はい、そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。さあ、当店ではですね、まあ、数は少ないんですけども、たまにクラシックギターも入ってきます。そして全体的にはね、もうフォークギター、普通のね、アコギ、エレギターファンの方が多いんです、はっきり言って。ですから、いわゆる本格的クラシックファンの方は、まあ、少ないんですけど、見てる方でね、お問い合わせも、まあ、そんな少ない中でも確実に時々ね、いいクラシックギター入ってないですか、お問い合わせございます。さあ、そんなですね、クラシックファン、本格クラシックギターファンにですね、今日はとっても素晴らしいギター入ってきました。そしてね、最後まで見てください。めちゃくちゃ安いと思います。こちらです。1974年製ですね。バリバリジャパンヴィンテージと言っていいですね。田村充です。田村充さん、こちらね、四国で作ってたギターなんですね。田村充さんって言ってね、普通のまあ一般的な、まあ、アコギファン、エレキファンにはちょっと馴染みがないと思うんですけど、クラシックの世界では非常に有名な方で、ご兄弟でね、制作家です。もともとお兄さんが作っていて、お兄さんに弟子入りしたのかな。そして自分でも独立した方なんですけども、生まれがね、1928年で、この方はもともと演奏家だったんですよ、プレイヤー。歴史は古くてね、1949年の11月に第1回西日本ギターコンクールっていうのがありまして、その時優勝してるんですよ。ですから相当な腕前だったと思いますね。でね、ちょっと調べてみたんですけど、1949年ってどんな年なのかなって調べてみたら、あの、戦争が終わった時、終戦が1945年ですから、まだ戦争終わって4年しか経ってない時ですよね。当時21歳だったそうです。そんなね、戦後の、まあ、まだまだ大変な時に、そういったね、コンクール、第1回ですか、西日本ギターコンクールね、やっぱり当時、やっぱり何だろうな、復興するにやっぱりね、まあ、衣食住でしょ、最初、ね、その後にやっぱり音楽って人間必要なんだよね。最近は日本も、ね、地震とかいろいろ洪水とかいっぱいありますけども、僕トネさんから聞いた話なんですけども、やはり最初ね、まあ、いろいろあって、まあ、住むとこ、仮設住宅、食べるもの、ね、着るもの、それが1年ぐらい経って落ち着いてくると、やっぱり皆さんね、楽器だったり音楽、やっぱり求められるそうですね。ある程度落ち着いた時に、やっぱり次に必要なのは、まあ、一番必要なのはもちろん生きるためにね、住むとこだったり、食べるものだったり、着るものだったりするんですけど、やはり人間には、人には音楽がやっぱり必要なんだなって僕も思いますよね。さあ、そんなですね、田村充さんのギター、1974年製っていうのはね、実は詳しい方はね、調べると分かると思うんですけども、最初ももちろん1人2人3人ぐらいかな、だんだんこう人増やしていって、74年にちょっと場所、ご自分の工房ちょっと移して、割と量産体制に入っていく、そういう時だったらしいです。で、結構ね、フラメンコギターなんかも有名らしいんですけども、こちら当時のオーダー品とか別にしたら、多分このナンバー2000なんですけども、当時の最高峰だったみたいです。当時20万ですよ、定価で。見てください、ハカランダなんです、オール単板、すごいでしょ。特に後ろ、ほら、これどう、そっちから見ると3ピースバック見えるし、違うんですよ、2ピースです、ちゃんと。ほら、めちゃくちゃ綺麗。ネックマホガニー、指板はもちろんエボニー、素晴らしいギターです。音もね、後でゆっくり聞きますけど、めちゃくちゃ張りのある。で、当時ね、このナンバー2000っていうのは、これ今日のは74年ですけども、まあ、最初ずっとハカランダだったみたいなんですけど、あのナンバー2000でもいくつか仕様があったみたいで、81年生がネットでちょっと確認したんですけど、その時代ではもうすでにローズウッドに変わってました。はい、ということで本日はですね、1974年製ハカランダオール単板のクラシックギター、ミツル田村ナンバー2000のご紹介です。普段ね、クラシックギターはそんな興味ないし、持ってないっていう方でもちょっと聞いてってください。もういいやつ、違うんですよ、やっぱり音がもうほんと素晴らしい。さあ、それではね、細かいところ、傷とかあるかもしれません。あとね、専用ではないと思うんですけどね、ケースもついております。こちらのカメラでどうぞ。はい、それでは細かいところ見ていきましょう。田村充ナンバー2000、74年製、まずボディートップ、トップスプルース単板です。
かいね、この辺ちょこちょこっと小さな打痕っていうかね、あります。この辺ですね、この辺に集中してるのかな。この辺ね、ちっちゃい、本当によよ分かるかな、ほら細かい、この辺綺麗ですよね。はい、こんな感じ。サウンドホール周りもほら非常に凝った作りになってますよね、ラベル。このね、74年ぐらいからこのラベルだったそうです。工場移転してからの新しいラベルだそうです。ここに1974と入ってます。ナンバー2000と確認できます。ほら、ここも凝ってるでしょ、ほら。でトップもほら見てください、細かい目が入って、いわゆる霜降り状態ですね。はい、フレットはね、ナイロン弦なんで例によってそんな減ってないです。まあ一応、まあ、8割9割って言っていいんじゃないですかね。エボニー指板も非常に綺麗です。もう指板のヘリとかさすがエボニーですよね。この辺はね、全然減ってない、綺麗。はい、ヘッドもどうですか。そのゴールドのペグもね、これ50年経ってるとは思えないくらい綺麗です、これ本当に。こっち側も見てみましょうよ、ほらめちゃくちゃ綺麗ですよね。後ろも見て、ほら状態は、ほらネックも見てください。ここにね、ちっちゃな打痕があるんですけど、わかりますかね、 ここぐらいかな。はい、そしてなんといって、あ、ここ見て、めちゃくちゃ凝ってる、めちゃくちゃ鋭角尖ってるんですよ、これ細くて、この形なかなか見たことないな、これ凝ってますよね、ここのところすごいな、これ今気づきました。さあ、そして何といってもハイライトはここですよ。バック、はからんだ短板、何この模様、素晴らしい、まあ、芸術品ですね。サイドも見てください、もちろんはからんだ短板でございます。いや、サイドバック本当綺麗です。目立った傷、あ、ここに小さな打痕、これぐらいかな。めちゃくちゃ綺麗、いや素晴らしいわ。とにかくね、この後ろのこの木の模様っていうのを、これだけでご飯3杯いけますね。はい、さあそしてですね、この結構昔こういったケースありましたよね、カバーがついてるタイプのハードケース、こういったのがついてる、これ多分当時のなのかな。はい、ちょっと開けてみましょうか、せっかくなんで。はい、こんな感じでチャックをね、チャックで開けるタイプです。はい、この中綺麗、ほら、はい、小物入れもついております、綺麗です。これもしかしたら74年よりも全然新しい、多分その後に買ったんでしょうね、これね。はい、社外品なんでしょうね、いいやつ。さあちょっと入れてみますね、ゆっくりと。貴重なギターですから、お、ぴったり、どうですか、ほら素晴らしい。まあでもこのギターね、この角度じゃないよね、やっぱり。これをちょっと置いて、この角度、後ろかっこいいね。ということで、田村満ナンバー2000です。よろしくお願いします。ギターフロンティア、はい、いかがでしょうか。綺麗ですよね、とにかくこのハカランダの、特にこのバックめちゃくちゃ素晴らしい。さあそれではですね、ちょっといろいろチェックしていきますよ。まず現行なんですけど、やっぱクラシックギター、今日のギターはね、やっぱ本格的高級ギターですから、あんまり削ってないです。もうほぼ来たまんまにしてます。現行はもうお好みで後で調整してください。基本ね、今の段階ですと6弦12フレット上で約 3.8 ですね。まあ4ミリ以下なんで、クラシックの世界では普通みたいですね。そしてナット幅なんですけども、52.5 かな。そして握りは、まあクラシックのオーソドックスな台形というかね、かまぼこ型というか、そんな感じです。割とこの年式にしては薄い方かもしれない。若干ですよ、若干薄めのかまぼこ型って感じでしょうか。弦はいつもクラシックギターにやってます、ダダリオのプロアルテノーマルテンションやってます。それでは開放弦から聞いてください。すげえ響く
通常音圧はね、もしかしたらあのドレッドノートなんかの普通のねアコギの方がドカンデカンドカンとくるんだろうけど、響きというか低音のグワーンとくるのがちょっと、周りのギターがちょっと一緒にちょっと共鳴してるんですよ。すごいな、響く。そしてね、サスティーンずーっと鳴ってる感じ。あ、この振動が止まらない。お、すごいトップ板すっごい触れてる。さあ、それでは指で弾いてみます。サウンドホール真上ね、ほら張りがある。ブリッジよりです。すげえな、ネックより。全然クラシック板弾けないですけど、いや気持ちいいわ。もういつも言うんですけど、エレキでもアコギでもクラシックギターでもいいギターってなんか笑っちゃうね、笑顔が出る。ほら、このね、はからんだの模様、オール単板ですからね。いやすごいよな、これ今こんな作ったらね、原稿でいくらするんでしょうか。はからんだオール単板ギターエボニーシマンね。いや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 、本当にこれは全然あのクラシックギターだからといってクラシックギターね、クラシックを弾くだけでもないわけですから、当然これでねポピュラーソング、ロックでもね、ジャズでも歌謡曲でも何でもいいと思います。もちろん演歌でもいいしね。ちょっとギターファンなら1本ちょっと欲しいですよね、はからんだのこれね。さあお値段なんですけども、当時そういうわけでもう50年前でしょ、もう74年って50年前の定価が20万円のギター、はからんだオール単板、それがなんとですよ、税込みで15万円です。よろしくお願いします。本日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。